負けてほしい。仮面ブックメーカー図書消し。お疲れ様です。3級ベット結果報告です。本日は3ベット2350円のプラスでした。ということで、買っておりますね。はい。ラーメンを食べに行ったら、伝説のセミナー、1億稼ぐマスターマインドのマスターマインド丼ありました。僕は間違いなくあのセミナーで人生が変わりました。今回の合宿で一人でも人生が変わることをお祈りしております。お疲れ様でございます。疲れました。マスターマインド。マスターマインド。もう完全ドクロですね。マスターマインド。これちょっと、なんすかね、これ。これ、何食えるんですかね、マスターマインド丼。そう、億万長者合宿ね。あ、これあれじゃないですか。ちょっと待って、億万長者合宿やったから、これ販売しちゃいますか。あ、これいいんじゃないですかね。1億稼ぐマスターマインド。だって、億万長者と1億合ってますよね。あ、これ、いいっすね。ちょっとすいません。動画撮りながらちょっと、アイディア。これ1億稼ぐマスターマインドいいんじゃないですか。億万長者終わったし。僕ね、そう、結局、今回の合宿で、やっぱね、マインド足りてないんですよ、結局。やれてないし。これいいんじゃないかな。これ参加者の方も全員買えみたいな感じで。これいいんですね。ちょっとすいません。僕もいつも思いつきなんで。いや、5月からどうしようかなと思ってて。これいっちゃいましょうか。これキャンペーンで、ストライプキャンペーンでやろうかな。1億稼ぐマスターマインド。やっちゃいましょう。これ、すいません。5月からこれいきます。ストライプキャンペーン。ストライプキャンペーン10段ぐらいやってきますからね。ペーパルのアカウントバンされたんで、ストライプキャンペーン10回ぐらいやりますんで。今3発目なんで、10発ぐらいやりますんで。これじゃあ4発目これですかね。これいこう。あ、そうそう。あと、鷲津さんのとこにちょっと寄りますんで、福岡。よろしくお願いします。あと、対談とかちょっと取りたいですね。はい。まあ、あと、なんか、あやさんが福岡行くみたいなんで、まあ、あやさんとお会いするのと、まあ、ちょっと福岡、時間が取れるまで僕もちょっと滞在して、なんか、やりますんで、よろしくお願いします。多分、4月のあやさんが行くのが、5日に会うみたいな話だったんで、まあ、ちょっと、平日の夜とか、ちょっとお時間、何分かあれば、よろしくお願いします。また、近場になったら連絡させていただきます。はい。ということで、この動画でですね、5月1日から、ストライプキャンペーン第4弾は、この1億稼ぐマスターマインドに決定いたしました。はい。では、終わりたいと思います。ありがとうございます。